はい、じゃあなんか最後のセッションですけど、のんびりいきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日結構真面目なセッションが多かったんですけど、俺はなんかほぼ写真しかないスライドです。で、スライド枚数は多分80何枚ぐらいあるんですけど、写真しかないんで多分大丈夫だと思います。やっていきたい。で、リブレスカンファレンスっていうのが、アルバニアであったので、行ってきた話っていうことで、この中だと、小笠原さん行っちゃったけど、フランクリン と小笠原さんかなが行きました。で、カンファレンスってどんなやつっていうのを、アルバニアのお話をちょっとして、で、2018年のトピックですね、今年のトピックっていうのを説明しようと思ったんですけど、ほぼ写真しかないので写真で思い出したらトピックをちょっと喋ります。で、ちなみにこのテンプレートはリビュースカンファレンスのオフィシャルのテンプレートを使ってるだけです。だからこの辺とかは発表に使ったやつのスライドを全くいじらずに使ってます。で、皆さん、今日何人か申し込んでましたけど、メンバーは2014年の時に小笠原さんと大体同じタイミングで申し込みました。完全に同じ日に申し込みましたといえば。な感じですね。で、カンファレンスのレポートは、クロステックっていう、IT プロですね、昔の IT プロのサイトに、載ってます。小笠原さんが基本書いてくれて、僕はなんかあまり書けなかった、あまりというか全然書けなかったんですけど、ちょっとコメントしたりしました。出しました。あとはブログが、小笠原さんのブログと僕のブログとかあるので、その辺も見てください。僕のブログは今日のやつとほぼ一緒です。で、カンファレンスはもうなんか言うまでもないかもしれないですけど、年一のグローバルのミーティングですね、集まりです。で、どんな人が来てるかっていうと、コミュニティメンバーであったり、ユーザーの人も来てる人はいます。数はそんな多くないですとか、なんかちょっと近くでやってるから興味あるから来たみたいなノリの人もいたりします。で、リブレスの開発のトピックが多いんですけど、開発って言っても純粋のデベロップメントだけ、なんていうか、コードを書く話だけじゃなくて QA とかデザインとか、いろんなトピックがあるんですけど、あとはマイグレーションの話ですね。リブレスでマイグレーションのトピックとか、そのあたりが多いです。で、いつから始まったかっていうと、2010年、今日フランクリンがその年表を見せてましたね。そうけど、このフォークしたのが2010年の、9月の末な、28かなにフォークして、ちょうど1年後ですね、に2010年のパリでやりました。で、ぶっちゃけの話に、オープンオフィスカンファレンスが、2010年にあったんですけど、次はパリでやることになってました。で、そのオーガナイズチームが全部、リブレスカンファレンスのオーガナイズチームに行ったので、リブレスカンファレンスがパリで開かれました。で、毎年その9月末ぐらいを目指してやってます。で、もう全部ヨーロッパですね。2011年から18年、全部ヨーロッパで、パリ、ベルリン、ミラノ、ベルン、オーフス、ブルーノ、ローマンっていうのが、一応ここはなんか2014年のベルンはちょっと行かなかったんで、ちょっと一回飛ばしちゃったんですけど、残りは全部行きました。ちなみにベルンは小笠原さんが行ってるので、日本人が全く行ってないっていう回はない。で、パリの時は今日のメンバーだと安倍さん
が発表してたのとしましたよね。あとは大森さんも参加してた記憶があります。ちょっと思い出しっていうか、かなり懐かしい写真を出してしまったんですけど、マリンの時どんなんだったっけなと思って、なんかこんなとこでやりました。なんか商店街の一角にオープン、ん？フリースみたいなのがあって、ストールマンの写真とか飾ってるんですよ。もういかにもデスペースなんですけど、そういうカフェと、もう一箇所なんかオフィスがあって、なんか地下鉄に乗り継いで会場、なんか別のトラックに行くためには地下鉄を乗らなければいけないみたいな、とんでもないなんか難易度が高いカンパニーです。で、こんな感じですね。なんかみんな若いよねっていう感じなんですけど、多分冒頭のね、BOD のメンバーなのかな、なんかのセッションみんな前に出てたけど、ちょっと覚えてないですけど、まあ、この辺こんな感じの、まあ大体メンバー一緒なんですけど、最近あんまりお見かけしない的な人もいます、はい、まあ大体でもみんな同じ、みんな 毎年見ますねっていう感じで、なんか毎年の写真を載せようと思ってたんですけど、ボリュームが増えてきたんで次の年までにしました。これはベルリンです。2012年のベルリンであって、めっちゃ立派な建物で、なんかドイツの何省だったか忘れたけど、が持ってるオフィシャルなカンファレンスセンターですね。もう本当になんか政治家がやってきてなんかカンファレンスやるぐらいのレベルの多分設備で、ちゃんと小笠原さんがこう発表してます。もうやってて、で僕はその小笠原さんの発表、ちょっとスライド作りとかを、手伝ったんですけど、コメントしたりとかレビューしたりとか情報提供したりして、でその時どういうふうに、一応共同発表者にしてもらったんで、どうやって、準備すればいいかとかが分かったので、次の年から、まあ、発表するようになりました。これがなかったら多分発表のやり方は分かんなかったんですけど、はい、っていう、なんか今年のにまだたどり着いてないっていう、のんびりしたペースで大丈夫なんだ。で、アルバニアの話ですけど、アルバニアは行ったことある人ってどれぐらいいますか？行ったことある？ない？アルバニア、まあ、フラクリは行ったよね。ないよねっていうか、ね、どこにあるかっていうと、多分一番この辺の国の中で有名なのはギリシャだと思うんですけど、ギリシャの北で、マケドニアの西で、モンテネグロの南ですね。モンテネグロって旧ユーゴスラビアの国の一つです。で、人口は多分300万人程度だけど、ちょっとこれ情報古いんで、ウィキペディアの古い情報だったので、もうちょっと増えてるかもしれないですね。で、平均年齢がどうも若いらしくて、ティラナでなんか27歳だっていう話をちょっと聞いたような気がして、ちょっとヒアリング能力に僕はちょっと問題があるので、ちゃんと英語は聞き取れなかったんですけど、めっちゃ若いです。で、まあ、こんな街の風景はこんな感じですね。ティラナって首都なんですけど、街のど真ん中に広場があって、その作りがすごい。なぜか広場があって、でこんな、まあ。ちなみになんかこの塔があって、この時計の部分が今回のなんかトレードマークに使ったらしい。あ、頑張れです。なんか古いのとかこっち新しそうなビルとかいろいろあります。で、まあ歴史はもうウィキペディアから拾ってるんで、多分みんなウェブ見た方が早いですけど、昔からどうも紀元前1000年の頃から人がいて、ローマの一部だった、まあ、ローマに占領されてローマの一部だった、まあ、旧オスマン帝国だったと思って、まあ、独立したのは実は最近 で共産権になってたんだけど、なんかソ連とかと喧嘩したりとかして、まあいろいろ孤立しておりましたみたいな。で、
まあ、市場経済行ったんですけど、なんか1990年ぐらいにネズミ講が蔓延して、まあ、経済が破綻しましたみたいな。すごいな。これだけ見るとなんか大丈夫かみたいな感じなんですが、実際行ったらそんな大変でもなくて、治安は割と良かったです。特になんか問題はなくて、なんかパーティーの帰りとか、まあ、みんな夜までこう飲んでるじゃないですか。こうカンファレンスとか行くと、そうするとまあ帰り特に危なそうな雰囲気はなかった。ただですね、ちょっと道とかたまに傷んでて、おっとっていうところがあるんで、よそ見はやめた方がいい。で、直行便はないんですね。で、安い便をちょっと探してたらこういう感じになりました。で、なんで成田から行ったかっていうと、単に土曜日ぐらいに JAS のなんか幹事会があって、それに来いと言われて、こう東京まで行って、その足でなんかアルバニアに行ったので、成田から行きました。で、アブダビですね。で、ローマで、ティラナって感じで行きました。ね、去年はローマだったんで、こう最後のフライトは必要なかったんですけど、でもローマ、ティラナは結構近いです。1時間ちょいぐらいかな。飛んで飛ぶだけです。で、まあ20何時間か分かんないけど、20時間ぐらいかな、分かんない。かけていきました。まあ、ヘロヘロです、はい。これはアブダビの乗り換えのあたり、こんな感じで乗り換えました。で、これがティラナの空港で、ちっちゃいんです、空港。で、まあ、ボーダフォンがあったので、もうここでシムゲットして、なんかめっちゃ楽勝ですね。今までのカンファレンスで一番なんかシムにこう恵まれたので、もう何のトラブルもなくみたいな。で、空港の隣に、空港の一角というか隣に、なんかこんなも置いてて、これ結構、こっから見ると綺麗に見えるんですけど、寄っていくと結構傷んでて、これ何のためにこんな傷んだやつを飾ってるのかなとか思いながら見てました。で、で、鉄道とかがないんで、バスでその行くんですけど、さっきの広場とか、夜になるとこう、こんな電飾で、なんかね、広場の真ん中にメリーゴーランドがあるっていうのをちょっと理解できなくて、なんでだろうってずっと不思議に思ってるんですけど。で、広場のこの橋の一角のところは、なんか博物館があって、結構その、さっき言った歴史の的な話のいろんな展示物がありました。僕は見ましたけど、結構良かったです。街の風景ちょっと見ると、まあ、この辺とか、まあ、割と普通です、ね。宿から見た街の感じとかこんな感じ。で、結構綺麗な店とかもあって、割とこういう感じの店もあるなと思って、で、そこの辺歩いてたんですよ。そしたらね、こういう感じなんですよ。たまにこういうのもあるっていう。で、あと、カンファレンスの前日は、コミュニティミーティングがあったんですけど、僕はそっちを行かずに、コラボラって、イギリスの、まあ、サポートベンダーなんですけど、まあ、そこのパートナーなので、パートナーミーティングに行ったんですけど、まあ、とはいって半分というか遊びに、を兼ねてて、今年はこんなやつを用意してくれて、みんな6人ぐらいこれに乗るみたいな。これわかります？なんかすごいどでかいやつで、これにみんな乗ってこう湖をこう漕ぐみたいなやりました。で、これはその要はチームビルディングのためにや毎年何らかの仕掛けをしているらしくて、今年はこれです。なんか車で割と1時間行かないぐらいの湖があって、こんなとこもあります。で、その後、コミュニティミーティングは間に合わなかったんですけど、みんななんかバーとかで集まってなんかワイワイやってた、ね、カンファレンスの前日で、さらにその前か、その前の日は、だから飛行機着いた日は夜にみんな
もう前乗りしてる人がいっぱいいるんで、みんなご飯をやるべっていう情報が流れてきて、まあ来たいやつは来なっていう感じなので、まあ行ったみたいな。ちょっと映りが良くないんですけど、こんな感じで、割と集まってます。3テーブルぐらいに分かれてます。はい。ちょっと前後しちゃったんですけど、さっきコミュニティミーティングでバーに行ったんですけど、全然バーって酒しかないじゃないですか。で、お腹空いたねとか言って、もう22時ぐらいにみんな飯食いに行くという、ね、めちゃくちゃ結構なことはこう初日というか前日からやってるって、まあこんな感じです。で、まあそんなこんなでですね、本編の方に入ってくるわけですけど、セッション数ちょっと数えたんですけど、3日間のうち、まあ真ん中2日目が多いですね、30個あって、1日目は19個で、3日目は18セッション。で、1日目のカウントしてないオープニングとか、スポンサーとか、ここら辺が、なんていうか、みんなわーっと集まる大型トラック。こんな感じかな。これはオープニングセッションですね。マリーナっていう TDF の合同の議長ですね、が挨拶をしている。で、合同の BOD ですね、の紹介とか、フランクリもいます、ね。ここも、右から2つ。BOD っていうのは、だから、TDF のまあ意思決定機関、さっきも話ありましたけど、意思決定機関なので、みんな選挙で選ばれています。僕も選挙投票しました。で、さっき、フランクリンから話があったように、1社からは、何人出せるかとか、ちゃんと決まってて、例えばコラボラとかは2人はいるんだけど3人は出してるんですよね。とかそういう風になってます。で、あとメンバーシップコミュニティの紹介もあったんですけど、なぜかメンバーシップコミュニティをこのオープニングの時には集まりが悪い。3人しかいないみたいな。みんなどこ行ったみたいな感じだったんですけど。はい。で、メンバーシップコミュニティは、今日皆さんメンバーシップの申請をしたと思うんですけど、まあ、それを受け付けて処理する人たち、ね、あとは BOD の選挙の選挙管理もやってます。で、申請して、まあ、メンバーになったとしても、毎年一応更新するんで、その更新手続きとかもやります。そういう役割をやる。で、彼らも、選挙で選びます。メンバーシップコミュニティで、これは最近選挙があって、ちょっとメンバーがちょうど入れ替わったところです。あとはスタッフですね。多分9人、今9人じゃないかと思うんですけど、ちょっと自信がないですけど、の紹介です。だからエンプロイされてる人たちですね。で、パートタイムも含みます。だから全員が全員フルタイムではなくて、でフルタイムかパートタイムか僕はあんまり分かってないです、はい。で、例えば左から行くと、ブラジルからのオリビエがドキュメンテーションやって、ソフィーはセクレタリーですね。いろんな事務的な仕事とかもいろいろやってるとか。で、フローリアンは、エグゼクティブディレクターですけど、インフラもまだやってるかもしれないです。で、マークは、マイクは、マーケティングの人で、まあ、ブログを書いたりとか、ビデオを作ってみたりとか、まあ、いろいろやってますね。多分皆さん見かけるのはマイクの記事とか一番見ると思うんですけど、で、プロフですね。クリスチャンは、リリースエンジニアですね。リリース周りを見てます。まあ、リリース周りの、まあ、ビルドサーバーとか、ね、あのあたりの
システムをメンテしてます。で、以降はデザインの方ですね、 UX の、ことをやってますね。で、イタローはマーケティングとか、あと今日話があった認定のことを PDF ではやってます。で、さっき紹介、小笠原さんが紹介してた、ユリアムが、インフラですか。で、一番右が、シスコって言って QA のやってます。こんな感じで、かっこいい、なんかめっちゃゆっくりだけど大丈夫。そうか、小笠原さんがめっちゃ早く終わったからで、その後大体毎年イタローとかあたりから、この1年間、前回のカンファレンスが終わってこのカンファレンスまで1年間どんなことがあったかみたいな話を、ちょっと振り返る話とかあります。で、これはどの会社に所属してる人がどれぐらいコミット、コードコミットしてるかっていうパーセンテージを表してる感じで、コラボラとレッドハットと CIB とあたりが結構コミットしてたりとかしてるのかな、ちょっと色合いが分かんないんですけど。で、もちろんそうじゃない、ボランティアの人も結構いるので、リビュース的にはだからボランティアの人が結構な割合占めてます。と、ティラナの市役所で全面的に、リビュース使われてるんですけど、市長が来て挨拶されてました。何言ってたか全くなんていうかスライド使ってないんで、ちょっとなかなか辛かったんですけど、いろいろなんかお金だけじゃねえぞみたいな感じのことを言ってたようないと思います。あとなんか広場がなんかこういろいろ開かれててなんかどうのこうのとか言ってたような気がするんですけど、さっき写真出てそれとどう関係があるのかなとか思いながら聞いてました。フランクリンは何か覚えてる？あ、そう、ティラナ、そう、メヤ、メヤ、yes。What is so his topic? Topic? Yeah. メヤ。メヤ、メヤ of the Tirana city. Yeah, yeah, yeah. So what? Okay. Bye. 喋ってます。あ、ちなみになんか僕はあんま分かってないんですけど、これってニルバーナの T シャツじゃないかみたいな話なんですけど、なんかめちゃめちゃフランクな感じ、そうロック好きな人っていう今なんかこれ最初に出てきた時に卑怯だと思わなくてあ、なんかローカルの人が来たぐらいなで、ローカルのスタッフがなんか写真撮ってたんで、横から横撮りして写真撮った感じで、 TF メンバー自体はこの中で多分6人か7人ぐらい申請してると思うんですけど、それ以外のスタッフとかも、当日手伝ってる人とかも含めてこんな感じで、スポンサーのセッションがその辺りであって、さっきの CIB っていう会社、ドイツの会社ですね。で、リブレスのサポートもやってる会社なんですけど、トーステンが喋ってたのと、からコラボラはマイケル・ミックスが喋ってました。これ大体毎年、この2人、この2社がスポンサーしてるのに大体喋ってます。で、一番上の1行目で、リビルスオンラインでちょっと日本語入力がうまくできない時期があったんですけど、その辺は大丈夫だよみたいな話だと僕は見てて理解しました。なんか去年のカンファレンスの時になんかおかしい、リビルスオンラインとか言われて、あ、日本入力はこうなっちゃうんだよみたいな話をした記憶があるので、その後直されてました。
で、まあ、小笠さんもなんか元気にお昼ご飯食べてる感じで、まあ、こんな中庭でみんな食べてる。で、初日になんかロードバランサーのリベースオンラインをなんかロードバランスでさあ、ね、ロードバランスしようとしたっていう話をなんか村上さんがしてたんですけど、なんかこの発表した後で、ロードバランサー使うんじゃなくて HA プロキシーを使うといいんじゃない的な話をちょっと見てもらって、おお、そうなんだと思って、まあ、今度試さなきゃみたいなに帰ってきましたっていう。で、これはなんかもう5年経つらしくて5周年のケーキを配ってました。でこれ切ってるのはケンディっていう人で、まあ、コラボラではマネージャー格の人なんですけど、みんななんか向こうってケーキでかいやつ買うんですよね。なんかもう大変ですよね、毎回切ってるんだよねこれみたいな。味は結構いけましたよ。で2日目はですね、まあ、ESCさっき TDF の話で出てきたときに、まあ、エンジニアリングステアリングコミュニティって話がちょっと出てきたかなと思うんですけど、まあ、ここは技術的なあのことを、まあ、議論して決める場ですね。TDF のだから BOD とかは技術的なことは一切タッチしない。あくまでガバナンスの話、お金をどう使うとか、なんか、技術以外のことをやるんですけど、技術のことはここで行きます。で、いつもは電話会議してるらしいんですけど、僕はメンバーじゃないので分かんないですけど、電話会議してて、で年に1回カンファレンスの時はオープンにこうやってミーティングします。で、質問とか家庭みんななんか手挙げて質問最後はできるんでしてもいいんですけど、まあ、大体メンバー同士で手挙げて質問してたりします。主要なデベロッパーとか、あと QA とか、まあ、デザインの人とか、要は開発に関わるいろんなジャンルの、まあ、コアな人が集まって会議会です。で、あといろんな話があったんですけど、台湾勢がなんか5人もいたんで、まあ、フランクリンとか昔から来てるメンバーもいるんですけど、まあ、ニューカマーとしては、まあ、エリックとかもいて、なんかインプレス そのプレゼンテーションファイルをどうやってまあうまく作るかみたいな、かなりユーザー寄りな話をこうカンファレンスでやってて、あ、そういうのをやるのもありなのかっていうのはちょっと驚きましたけども、結構これはこれで面白かったです。で、これはシスコですね。シスコが、まあ、バグジェラ上のこの1年間というか、まあ、2017年なのかなにどれぐらいアクティビティがあったのかみたいな。で、なんかコメント数半端ないですよね。5万8000人が書いてて、誰がこんなに書いてんだみたいな感じなんですけど、でも、その誰がっていうのが3723人もあるっていうのを見て、そんなにみんなアカウントを持って、なんかコメント書いたりなんかしてるんだっていう感じですね。はい。ということで、意外にバグジラって活発だぞっていうのがこれを見て分かりました。で、まあ、集合写真を撮るとこを横取りしてちょっと撮ったんですけど、まあ、こんな感じです。全然分かんないですけど後ろの方で、またあの 昼飯はこれで食ってます。これがまたね、ずっと天気良かったんでいい感じでした。で、僕も話はしたんですけど、その写真はちょっと僕は撮ってないので、まあ、スキップして、これは、ライトゥーレフトランゲージだから、アラビア語とか、まあ、そういうやつですね、の、バグなんですけど、例えばこうやって重なっちゃったりとか、そういう風になったりとか、まあ、そういうバグがあるとか、あとはそのバグジェラの番号を上げてこれがどうなったみたいな話を、まあ、彼がしてました。イスラエルから来てる、今名前が出てこない何だっけ、ノバさん会いましたよね。んデブコンプで、ああ、
え、ギリアムじゃなくって、あのイスラエルから来てる、あーごめん忘れた、はい、でまあこうくつろいでこんな感じで、2日目の夜は、1日目の夜はさっきケーキ切ってたのはパーティーで、あれはなんかちゃんとご飯が出て割とパーティーだったんですけど、まあ、2日目はハッカソンなんですけど、ハッカフェストって呼ぶんですよ。で、みんなバー、でもね、これバーでやってるんで、みんな飲んでるっていう状態で、飲んでコード書くのかみたいな状態なんだけど、まあでも、飲んでコード書いてる人もいました、ね。なかなかすごいだろう。で、まあ、なんかこの辺喋ってる人がいたので、写真を撮ろうとしたら、お前も入れとか言われて、写真が撮られた。あ、一番右側がマリーナっていって、あの PDF のボードの議長ですね。彼女は今は CIB に入りました、ね。前はイタリアの会社でいたんですけど、まあ、コンサルタントですね。AWS 導入のコンサルタント。で、その隣がヨナって、このアルバニアのオーガナイズのチームのメンバーで、多分最近ですけど、コラボラに入りました。で、マーケティングをやってます。報道確保ではない。でその右から3番目は、デニスって言って、ウィキのいろんなことをやってる人ですね。PDF ウィキ。で、4番目は、名前が出てこないけど、彼も、アルバニアのローカルの人で、みんなアルバニアの人って若いんですよ、20代。で、隣、左から2人目の彼女もアルバニアの人、ローカルスタッフ。大体ラドン以外はみんななんか20代、25までですね、メンバー、はい。で、3日目は、まあ、開発の話はあまり聞かなかったんですけど、そういやこれは写真撮ってた。で、これレッドハットの、あれ、やべえ、もう今日はなんか頭回ってないっていうか、5時5分前、うん、ああ、大丈夫ですよ、うん、なんかあんまり内容がない話なので、いつ終わっても大丈夫です。はい。これは、その、チェンジトラッキングだから、まあ、変更履歴的なやつだと思うんですけど、変更管理とか部分の機能の話を、なんか、いろいろいじってる話だと思うんですけど、ミシェルだ、ミシェルって。めっちゃ物静かな人。ちょっとこっちが声かけるとビクッとされるみたいな。でも童顔なんですけど僕より年上なはずです。元々だからサンにいた人だからすごいベテランです。あとは今日ちょっと話があって、もう写真が出れてる。ファンドレイジングの話もまあイタローがしてたんですけど、まあ、この時はあんまり話は固まってなくて、まあいろいろ試していきたいみたいな話をしてました。で、まあ、今の既存のドネートの仕組みだと、まあ、単にくださいなので、まあ、ちょっとこういうことをやりたいので、お金出してくださいっていうのはできないかみたいな話をしてたんですけど、まあ、今後ちょっと詰めていきたいねみたいなノリでした。で、ついに3日目になるとなんかみんな大胆にもこう上に登り出す。僕もこのここに座らって食べたんですけど、まあ、こんな感じになってきました。で、大体その3日目とかにライトニングトークやるんですけど、まあ、ライトニングトークはいくつか写真撮ったので残ってます。これはギリアムですね。さっきのインフラの話はやっぱりしてましたね。で、結構新顔で、やばい名前が出てこない。アメリカから来てたキャシーだったっけ、なんかドキュメンテーションをやってる人らしいんですけど、初めて見たので、あ、誰だろうとか思ってたんですが、なんとアメリカから来たって気がしますね。リベルス不毛の地と呼ばれるアメリカで見たんでちゃんといるのという。あとは CIB のエンジニアで、やっぱりやばい、これも名前を忘れちゃいましたけど、彼も毎年発表してますけど、私もなんか LT で発表してました。まあ、あとはガブリエラは今日も
そのでまあ、でもその TDF のメンバーシップの話で、彼はメンバーシップコミュニティのメンバーなので、メンバーシップの話をしてます。でフランクリンはこれ本の話かな、多分この分厚い、この分厚い本をなんと3人で、台湾の3人で翻訳したでみたいな感じで、これはすごいなと思ってめちゃめちゃ大変そう。あのデザイン、何ですかタイトル、デザイニング・ウィズ・リブレオフィス、そうです、デザイニング・ウィズ・リブレオフィスっていうの結構良さそうっていう噂は聞くんですけど、いや、かなりいい、あ、かなりいい、めちゃくちゃいい、じゃあみんな読んでみてください。あ、500ページありますんで、で、あの、気力があったら翻訳してくださいみたいな無理いや、電話しなくていいんで、うん、例えば読んだところを翻訳してそこをブログに載せるとか、いや、それをあの関西リブレオス勉強会でとかちらっと話してるよ僕うん、あと、はい、あのあれとかハンズオンとかハンズオンとかね、うん、に入ってる、そう、なるほどという感じで、まあ、台湾で頑張ってるなみたいな、もう翻訳とか、あとはこっちも台湾でなんですけど、マークハンって言って、まあ彼はデベロップ、ボランティアでデベロップメントをしてて、よく CJK のバグを直してくれてるんです。で、これは Ruby の話をしてたのかな、ちょっと覚えてないんですけど、Ruby の機能をなんか拡張するっていうことも今やってたりして、彼は。そう、あの、軽くの Ruby を、うん、あの、やったぜっていうスクリーンショットをこの前、テレグラムに載せてました。なるほど。うん、なのであの Ruby 問題が、 Excel の Ruby 問題が解決するかもという、はい、かも、かも、まあ、なかなかちょっと手強いんでちょっとずつって感じですけど、うん、まあ縦書きとか日本人が使ってて困るやつとか結構直してくれてて、まあ、あのマークにはこう非常にお世話になっている、まあ、ちなみになんか日本人勢が3人おめえら写真撮ってけとかいう感じになったので、まあ写真撮ってみたみたいな、こんな感じです。でもあの終わりですね。まあローカルのオーガナイズチームとかで、来年こんなとこでやるよみたいな。アルメリアっていうスペインなんですけど、でアルメリアって言われても僕はよくわかんなくて、どこみたいな、スペインっていうのは分かったんだけどみたいな感じなので、まあ皆さん来年行きましょう。バッチしてる。予習は終わりません。だいたい雰囲気分かったし。あとはなんかバースデーのケーキが出てきて、なんかみんな切る、切って食べるって言って。まあ、だいたい時間になってきた。どうしよう。もうやめようかな。まあこんな感じでみんな中にはね。あとはね、もうご飯行ったよとか言ってて、でね、まだご飯の後でなんかみんなバーに集まってるという情報がテレグラムで来たので、またバーに繰り出していくと、いや元気だよねみたいな。で、翌日はローカルの人がこう案内してくれて、みんな街歩きをしたんですけど、こういう感じでみんな街歩きしましたよっていう話なんですけど、まあいいっすよ、別に街歩きの話もっていう感じで、まあ、今年のテラナも結構盛り上がりましたっていう話で、まあ、PDF って自体は民主主義をとってて、まあ、リブレオスコミュニティ自体としてはまあ実力主義に基づいたまあガバナンスモデルをとっていますという話と、まあ、アルバニアは楽しかったので、みんな来年のスペインは行こうぜというのが結論です。はい、ありがとうございました。